ご視聴ありがとうございますこれよりお送りいたします作品は野村古道作ゼニガタ平次鳥物控えより殿様要昭和32年オール読み物1957年ゼニガタ平次鳥物全集第25巻青空文庫未収録 それでは、本文をどうぞ。殿様、要。第一章。銭形平次は、喫水の江戸の職人でした。三代前から、御用聞きはしておりますが。未だに、借金に追いまくられて、気の滅入るほど家賃をため、女房の惜しずに。 綿の入った腫れ着を一枚買ってやる工面もつかなかったのですでも親伝来の潔癖で宝探しと夫婦喧嘩の仲裁は嫌いでしたそいつは放っておいてもどうにかなると思っていたのですお上の御用の暇な時は明人下の磨き抜いたうちにこもって木拍子を読んだり三世草を送ったり尻から煙の出るほど 粉だらけになったタバコを吸ったりしております。ごめんくださいよ。銭型平治の親分さんはこちらでしょうか。丁寧な、腰の低い、町人風な言葉です。江戸は正月が済んだばかり、往来からはタコのうなりも、追い羽の音も聞こえます。えぇ、え、私は平治でございますが、どんなごよで。 平治はいながらにして、キセルを伸ばし、六畳の障子を開けました。お静はお勝手に引っ込んで貧しい朝飯の支度をしている様子です。障子を開けると朝の日がいっぱいに入って、どこかで梅の早咲きが濁っております。かけ違ってお目にかかりませんが、私は白夜町の大泉伝右衛門の番頭で。 和助と申しますそりゃあご大臣のご支配人でとんだん失礼を申しました平次は膝小僧をそろえてかしこまりました大泉伝右衛門というのは町人ながら諸家の御用達で巨万の富を積んだ格式のある家だったのですその番頭の和助が名人下までやってくるのはただ事とではありません主人が 表沙汰にするのを嫌いますが二代にわたる方向人の私はそのままで過ごしても参りませんお願いでございますがこれをどうぞとことんまでお調べ下すってもっちゃまを探し出してくださいませんでしょうかこれが私の一生をかけてのお願いでございます和助は五十前後の分別者ですが降り入った姿で六畳の敷居内にいざり込みました 諸大名の留水を手こずらした、表情のない星固めたような男です。こんなのがかえって、思いもよらぬ劇場を渦み火のように一生持ち続けるしたたかものでしょう。万筋まがいの紡ぎ、山のいった帯、頭の剥げ上がった典型的な商人です。いきなそうおっしゃっちゃわりません。どんなことがあったのか、順序おたてではっきりおっしゃってください。 銭形平は膝をめました。こういった大棚の隠れた家庭の中には思わぬ大きな秘密が潜んでいることをよく知っていたのです主人の大泉家が二代にわたって思わぬ大金を取り入れ御用達中でも江戸で三番とはくだらぬ大無限になったことは私が申すまでもなくご承知でございましょう。 徳川幕府の初めごろ加藤福島浮田はじめ、名ある大大名が将軍の棋位に触れて一挙にして取り潰されたことは言うまでもありません。その内度の金が離散する進化に入らず他実の復興を夢見て江戸の御用達の手に渡りあてもなく施蔵されたことは少ない数ではありません。白夜町大泉は、

門並み取り潰された中にはこういった思わぬ予徳がないとは限りませんその潰された大名の一人が大泉の手におびただしい黄金を残していったことも考えられます小金ばかりではなく大名の承福の子も一人要というのが大泉の子に残され大泉の着手として育てられました。 16年も前のことですその頃30代だった大泉夫妻は40代になり今ではおけさという女の子まで生まれて取って8歳の板池盛りでした主君の隠し子はこの時16歳おあい子ですが今更どうにもならず大泉蓮右衛門の嫡子として育ち何不自由なく成人しております。 元をただせば何十万億の大名の子ですが、親も親家も離散して、今はどうにもなりません。残るものはおびただしいないどきん、それも大泉家を肥やすにとまって、何もかもが忘られてしまいます。これだけの事情は、世間の噂で平時も聞かないではありませんが、その問題の大泉家からあるばる、 日本橋を越えて大晩東の和助が来ようとは、平治には思いもよりません。世間の噂で、大方はご存知でございましょうが、その大泉家にとっては大地の僧侶、かけがえのない跡取り坊ちゃん、金目様が三日前から行方不明になったのでございます。金目様はお体も弱く、武芸はおろか、女の子のような方でございます。 主人の悪口を申してはすみませんが、大泉のご主人様も、世間体をはばかって探そうともなさいません。思案に余って、奉公人の私が参ったような次第でございます。忘けというのは、たどたどしいが、何やら重大な含みがあるようです。番頭さん、一応はわかりましたが、世間の噂やらお話を承ったところじゃ、どうやら割り切れねえ含みがあるようです。 は町の御用聞きで何を聞いても大事はございません思い切ったことをおっしゃってくださいませんかおっちゃんの身元からお育ちまでいちいち調べていちゃう手間取るばかりでございます平次は早くも言葉の奥に潜む一種の含みを感じました大泉のご主人が町人になりきったのは16年前間もなくなじには男の子を産み落としました そのお生まれになった子は二人とも早く死んで三度目のおけささまが生きておりますこれが当年お八つ美しいお嬢さまでございます主家の大大名が滅び先代の伝右衛門が亡くなってから大泉の若主人は繁盛するばかり十六年もたって新象は三倍にも五倍にもなったでしょう僧侶の要の愛は

昔かたぎとお笑いになるかもしれませんが大泉様のご主人がどうお考えになろうと先代はじめ猿大大名の恩子のある要様を助けとうございます命に代えても和助はこう言い切るのでしたりんごの争いも後へは引かぬ商人魂の真正直さにさすがの平次も扱いかねた様子です。 そう一生懸命になると手もつけられねえ。人さらいは容易に片付くもんじゃねえ。小もっともでございますが私も二十年間大泉家に奉公していまして二十両の小金を貯めました。両母も一応は片付いております。どう使おうと誰も文句を言わない金でございます。いささかでございますがこの二十両を差し上げたいと思います。いっぱい お飲みくださろうと、貧乏人にばらまいてくださろうと、一向死罪はございません。坊ちゃまを探しの上は、存分にお使い捨てて一向に差し支えはございません。紙へ包んだ、小粒で二十両、島の財布に乗せたまま、わスケは恥ずかしそうに差し出すのでした。とんでもねえ、番頭さん。わしは見る影もねえ、ごよう聞きだが、商兵族やシャル半分にやってる仕事じゃございません。 身を切るようにして二十年間に貯めた二十両の金をもらっていいもんでしょうか。宝掘りと女出入りには口も聞かねえ兵士だ。さあ、器用にしまってください。足は乗り出しますよ。おっちゃんを無事に探してお目にかけましょう。おめえさんの忠義に免じての仕事だ。一日寝転んで遊んでやろうと言った兵士も、こんなことからついこの事件に飛び出すことになりました。 第2章親分聞いてみましたよ先客を送るとおかってから心安立てに八五郎がぬっと顔を出しました「油断のならねえ野郎だ時々下駄がなくなるのはおめえじゃねえか下駄泥棒と間違えちゃいけませんお客様のようだからおかってから滑り込んでそっとしていましたよ呆れた野郎だ。 ところで親分は大泉の番頭の和助にくどがれましたね。小粒で二十両財布の上に乗せて出したのはよかったがもってねえ。親分はそれも断れましたね。二十両といや大金だ。あっは七をみんな出して二三千飲み続けておばさんに小づけがやれる。ああ、切れた野郎だ。その上あの子が欲しがっていたかんざしが買ってやれて大福が一皿。 よさねえかあの男が20年もかかって爪に火を飛ぼして貯めた金だぜボンゴ座の上で儲けた金じゃねえでも親分は立派でしたね悔しいけれど胸がすっとしましたよ姉さんはまだ春日の工夫もつかなくって苦労しているんだいい加減にしねえか貧乏は芸当じゃねえところでおめえは白夜町の大泉のことを知ってるだろうな平次は いいよいよ本題に帰りました途方もない八五郎の想像力と付き合ってもいられなかったのですありゃ元を取りつぶされた大大名の家来で先代まではいばり返った武家でしたよ大大名が取りつぶされた時恐ろしい現金とし福の一人息子を取り受けて町人になり下がりましたそのし福の子が今の伝右衛門のせがれの要です隠したつもりでも世間の噂は承知しません 金目というのは恐ろしく弱い子で伝右衛門にもカミの桂にも似ちゃいません。しべえの色子か影魔じゃやの看板野郎のような子でものの役にも立ちませんが今のおけさは種違いだけに愛嬌があってそりゃいい子ですよ。伝右衛門がさらわれた金目探しに気が乗らねえのも無理ありません。自分の子じゃねえと分かりきっているんだから。だが主人のお年種にねにちげえやるめえ。 女家の女子にちげえありませんがね殿様族の乱林時代にはこういった不合理もあったのです主人の種を慎んで育てる平民族の心の中には思いもよらぬ反感がないとは限りませんよしわかった世の中には番頭のような忠義な人もいるよともかく白夜町まで行ってみようそういう兵士は番頭の見せてくれた古風な真心に 生かされたに違いありません